九百七十二年の阪急ブレーブスでは、九百七十二年の阪急ブレーブスにおける動向をまとめる。この年の阪急ブレーブスは、西本幸雄監督の十年目のシーズンであり、二年連続五度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。就任十年目の西本監督は、センターライン強化のため、声優劇手の坂本敏夫や、声保手の岡村孝二を東映に放出して、 新たに、大橋城と、種重正幸を獲得。それまで5番6番を打っていた、大熊忠義が2番に入り、福本が出塁して、大熊が送り、加藤秀治がヒットを放って、そこから得点というチームの得点パターンが、確立された。この年の福本は、開幕から走りまくり、1試合後盗塁や、パリーグ初の100盗塁を達成するなど、記録ずくめの1年となった。 福本につられるように大熊や加藤、4番の長池、徳氏が打ちまくるなど打撃陣も絶好調で、投手陣では山田久志や足立光弘をはじめ、ベテラン、米田哲也もローテーションを守って奮闘したほか、中継ぎでの当板が多かった、戸田義則も後半戦からローテ入りするなど若手の活躍もあった。チームは7月以降南海や投影とのゲーム差を広げていき、 9月26日には、地元、西宮球場で2年連続の優勝が決定。巨人の主力選手が高齢化したこともあり、日本シリーズは、阪球有利の声も上がったが打線がまたしても、巨人投手陣に封じられ、投類王の福本もマークされて走れず、前年同様1勝4敗で敗退した。また、この年から変更した石国ラインのユニフォームは、 幾度かのマイナーチェンジを繰り返しながら、球団売却の1988年まで使用された。ありがとうございます。